おはようございます。デュオの原田です。今日はですね、僕の地元房総のサーフに来ています。秋冬のヒラメの本格的シーズンに突入していくんですけども、ちょっと風が気になるんですけど、頑張って薪の釣りでですね、なんとかヒラメを釣っていきたいと思います。では早速実調開始していきたいと思います。よろしくお願いします。よし、行きます。若干カウントして巻いてきます。この朝一の時間帯は期待感もマックスです。ちょっと細かいね、誘いとかそういうのはやらないで、秋を意識した、ね、もう巻いて取りたいなと。潮も今まだ上げてる最中で、もう30分ぐらいすれば満潮の潮止まりで、そこから潮も下げ方向に動き出すんで、ちょうど日が昇って潮が下げ潮に変わって動き出すタイミングなんで、多分そこが一つの今日のターニングポイントになるんじゃないかなと思うんですけど、房総って本当遠浅なサーフが多いんですけど、このサーフって結構水深があって、で今やってるところもちょっとした根回りなんで、また違うシチュエーションで釣りができるんで、遠浅とサーフとはちょっと違った釣りをできるん で、特に地元の人がやってるところって結構期待できますよね。やっぱ地元の人はやっぱ釣れる場所っていうのがある程度知ってるんで、もし房総とか遠征来るときにポイントがわからないときとか、浜歩いていい地形だったりいい流れを見つけつつ、地元の、土壌の叩き釣りしてるおじさんとか見つけるのも一つポイントになると思います。特にこの南房総、南房では多いと思います、土壌でやってる方々。そのサーフのヒラメ釣りってルアーではまだちょっとで、シーバスとかに比べたらまだ新しいジャンル的なのかもしれないですけど、サーフでのヒラメ釣りっていうのはやっぱそう考えると昔からあったってことですからね。もう俗に言う最近流行りの全集中です。もう水の呼吸的な感じの要素を出して、第一のなんとかアクションスリムとか、で第二の呼吸とか。ダメですか、ちょっと今うまくはめたなと思ったんですけど。流行りって大事じゃないですか。キュンですって。今回やっぱりサイズも、ね、できれば大きいのよりいいサイズも釣りたいんで、ちょっとした根回りに来てるんですけど、あんまボトム取っちゃうと引っかかっちゃうんで、その根の付近を巻いて、根の上をちゃんと根が絡まないように通して、なので今日のテーマ、この巻きのストロングスタイル。自然ってすごいですよね。昨日はあんだけ周りでも当たって釣れてたのに、今日は全く周りも上がってないですからね。一日でこんなにガラッと変わっちゃう。ヘイヘイヘイと君はテレレレテレレレテレテテンテレテレ。ではですね、ちょっと朝のポイントが、波が強いのと、魚からの反応得られなかったんで、ちょっと近くのサーフに移動してきました。波もさっきね、朝やってたところよりは穏やかで風も落ち着いたんで、ちょっとこっちでやってみようかなと思います。はい、
ではルアーはフリッパー 32g、 だいぶちょいも下がってきて、沖のねブレイクをこれで打っていこうかなと。やってみます。さあ今度ね、朝反応なかったんで、今度はこの昼間のね干潮狙い。まあ今日欧州で割と結構下がるんで、沖のねブレイクも前に出て打てるんで、フリッパーで広範囲に沖を狙っていこうかなと思います。まあ一見変化が、ね、あんまないんで、ちょっとずつ打ちながらいろいろ見てやっていこうかなと。はっきり離岸流とかそういうのが出てればいいんですけど、見た感じ地形もちょっとフラットなんで、ちょっと沖の変化とかルアーを引いて重みを感じるその流れが出ている場所っていうのを探してやってった方が効率は良さそうです。ハウにちょっと一回ワーム入れてみます。1投目タオルに変えて1投目、よし、やっぱ手前にいた。サイズはどうだろう。バレんだよ。慎重に慎重にロッドを下げて、波の上に魚が行ってサーフィンしないように慎重に。あー、かわいいサイズでした。手のひらサイズ。まあこれちょっと秋っぽくないですね。夏っぽい、どっちかというと。まあでもヒラメの顔見れたんで優しくリリースします。よし、よいっす。おお、いったいった。まあ言っても水深手前はそんなないんで、もう一回ボトムを取ったらちょっとロッドを立て気味にして、割と早めのリトリーブ。魚はとりあえずいた。あとはサイズアップ。よっしゃ、うわー、食った。よし、これはどうだ。よし、ここは焦っちゃいけない。波の上にヒラメが乗っちゃうとバレる原因にもなるから。よっしゃ、よし、サイズアップ。いやー、やりましたね。移動してきて結構ね、ほんと手前のブレイクでルアーがね、この浮上してピックアップするときにね、綺麗に入りましたね。まあ、スイッチ入ったんでしょうね。まあまあ45ぐらいあるんじゃないですかね。よし、やっぱハウルは安定した消化を叩き出してくれますね。色はね、個人的にね、僕このパールシャット大好きでよく使ってるんですけど、このラメがね、いい仕事してくれるんです。やりました。沖を狙ってみます。いや、まあでもさすがのハウルでしたね。いい仕事してくれます。
ハードルは。まあ、やっぱハウルは裏切らんすね。まあ、ビーチオカシリーズのルアーなんですけど、基本はですね、投げて巻くだけで釣れるをコンセプトにね作っているんで、これから始める人とかね、あとは小さなお子さんとか、まあ、女性とか、難しい操作なくとりあえずね投げて巻いて、それでね十分釣れるクオリティのね高さを誇るブランドのルアーなんで、ぜひ狙っていっていただきたいなと思います。あー、あれいい流れ、流れを追っかけます。ちょっと全く流れがないとこだったら、それにね 27g すごいゆっくり巻いてたらボトムゴツゴツしちゃうんですけど、よっしゃー、いやーバレたよ。波が、波高っ、おっしゃ食った。おー、これいいサイズじゃないか、これ。おっしゃ、あー波が高い、危ない危ない危ない。これがバレる要因になるんだよ、でっかい波が。よし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 、これはさっきよりサイズ良さそう。あー、この引き波でね、バレない、人間が前出て、よし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 、いやー来ましたね、2枚目。まあウェイトを 27g にして、まあ波足がだいぶ長くなっちゃったんで、僕自身が前出ることがちょっとですね困難になっちゃったんで、ウェイトを上げて飛距離出してボトム感知をより良くしたら2枚目来ましたね。やっぱハウル強いね、ハウル釣れますわ。お疲れ様でした。まあ今日1日やってですね、まあ、朝どうなることかと思いましたけど、まあ、移動してきた、まあ、このポイントで、まあハウルで、まあ、手のひらのそげ入れて3枚、まあ、本当はですね、まあ、プラグとかでちょっと大きいサイズをですね、まあ、狙っていきたかったんですけど、まあ、風と波に、まあ、ちょっと影響されまして、まあ、一定のレンジでね引いてこれるやっぱハウルが、強いことが、まあ、この映像で、まあ、証明できたんではないかなと思います。個人的には、まあ、満足はしてます。ただ、まあ、次はですねサイズも狙っていきたいなと思います。お疲れ様でした。そこを流れ出てる。